短いユーストをですね、ちょっとまたご報告というか途中経過というか、蛇腹の話じゃないんですけど、レンズにカビが生えた時にですね、まあ、クリーナーで、よくこういうガラスマイペット、今ガラスマジックリンって言ったかな？とかですね、あとひどいカビの時にはカビキラーなんていうのを使って、もちろんカビキラーっていうか、カビはよく落ちるんですけど、この手の使うとですね、カビを落とした後に、今度は、この液体が残っちゃうのでですね、それを取り除くのに非常にめんどくさいんですよ。意外に。で、逆に、カビとしてよく落ちるのは、あれ？富士フイルムのレンズクリーナーとか、白馬とか出てるのが、ああいう界面活性剤が入ってる、ちょっとどっか行っちゃったな。のもですね、いいんですけど、なかなかですね、カビを落とした後が大変で、なんかいいのないかなと思ってですね、ドラッグストアをうろうろ、見てましたところ、ちょっと面白いですね、ものが見つかりまして、これですね、トップ、プレケア、襟袖。要するに、襟の、黄ばみなんかをですね、洗濯する前に、これをこう塗っとくとですね、よく落ちますよ。っていう、アルカリ性の、もちろん界面活性剤なんですが、これがですね、ちょっとやってみたところ、まあ、もちろんカビはよく、落ちてくれるんですけど、あれ？どっちだったっけ？やってみるとですね、まあ、今ちょっとこれ瓶に移してあるんですが、アルコールにですね、溶けるんですよ、これ。だから結構ですね、こう小分けにしといて、これエタノールですよね、無水エタノール。これですね、要するに、これだけで原液で使ってもいいんですけど、結構ですね、ドロッとしてるんですね。カビキラーほどジェルではないんですが、あと匂いがちょっとですね、もう安い自動車の芳香剤みたいな、あまりに安いっぽい匂いなんですけど、こうね、ちょっとね、こう、わかるかな、これ。ちょっとね、ねとっとしてですね、ちょっとこう、濃すぎる感じが、ありまして。で、これ好みの、で、僕もなんだっけな、ガラスマイペットとかちょっと精製水で薄めたりとかですね、してみたんです。水で薄めるとですね、レンズの上に行って、拭いた時に水分が、またこれ後でめんどくさくて、ちょっとこう、なんかいいのないかなと思ったんで。で、これまあ、ちょっとですね、こちらへ、取ってですね。アルコールで、1対1ぐらいにね、割るのが、いいと思います。スポイトレですね。無水エタノールと、こいつをですね、まあ、そんな厳密じゃなくても、あとでこれ洗剤残るの嫌だな、こっち。エタノールの方は、先にすればよかったか。ね、こう。ちょっと後で洗っとかないとダメですけど。こっちの原液はそんなにバカバカ蒸発することないですけど、エタノールの方は放っとくと蒸発しちゃいますので、まあこういう密閉の高い、
瓶に入れてですね、これ、混ざっちゃいますので、そうするとですね、適当にこう、レンズクリーニング液っぽくですね、使えるんですが、それで、バリバリカビの生えたレンズ、実演するのは、どっかなかったかな。思いっきりカビ、気になった。どうかな。なんか、なんかないかな。これどうかな。あら。ちょっとすいません。あれ、これも綺麗だな。なんでこういう時に限って。いつもバリバリカビ生えレンズが、だいたいゴロゴロしてるんですけど、なんで今日に限ってないの？実演すると、ちょっと、あれ大抵カビカビレンズがあるんですが、今日に限ってすぐ出てこないな。これはなんだ、カビレンズだっけ。これはまあ、これもあんまり、ちょっと放送で如実に分かるほどカビカビのがあんまりないんですけど、まあ仮にカビ、カビカビっと、しますと、まあ、これでですね、こうカビをどん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 落としていきまして、あとまあアルコールに割ったとはいえ結構ネトーっと残りますので、まあちょっと拭き取りも兼ねて、なかなかですね、で、あらら、こっからですね、本当に、なんていうの、中性洗剤的なんだと、こっからが大変なんですよ。で、これはアルコールに溶けてますから、普通にアルコールでですね、拭き取っちゃうと、もうちょい一発でちょっと、あんなボタボタつけちゃうんで、ダメですけど、綺麗に落ちてくれますので、なかなかですね、今のところこれ使わなくていいなと思って、最近ちょっとカビ落としこれ使い始めてるんですけど、もっと他にいいのがないかも引き続き探しますけど、いい感じですね。カビも、意外に、カビ落とし効果も、酵素パワーが効いてるのかなんだか、よくわかりませんが、ガラスクリーナーと遜色ないぐらい。で、ある程度、
アルコールで拭き取れたらですね、普通のレンズクリーナーで、E クリーナーでですね、拭いてあげると、ちょっとまだ、ムラが残ってますが、うん、だん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 綺麗になってきました。っていうような感じでですね、襟袖のアルコール割り、ま、この辺がね、こう、何対何で割るかとか、ちょっと実験いろいろ、なんせ山ほど入っててですね、198円で、詰め替え用の売ってますからですね、もう、嫌なら捨てちゃえばいいし、いろいろこう試行錯誤するのにはですね、コストもそんなかからないのにですね、これでですね、カビを落としてからアルコール最後にレンズクリーナーっていうのがですね、こう操作性も良くてですね、なかなかいい感じというのが、発見できましたので、まあちょっと、皆さんのご参考になればと、思ってちょっと、レポートしてみました。ということで、